ブレントリー・ハニーウェルはアメリカ合衆国ジョージア州フランクリン群、カーンズビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のタンパベレーズ所属。かつてロサンゼルス・ドジャースなどでプレーした元メジャーリーガーであり、1974年にナショナルリーグのサイヤング賞を獲得したマイク・マーシャルは、おじに当たる。2014年の MLB ドラフト二巡目で、 タンパベイレイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズで、プロデビュー。9試合に登板して2勝1敗、防御率1.07、40奪三振を記録した。2015年は、A 級ボーリンググリーンホットロッツと、A 級シャーロットストーンクラブズでプレーし、2球団合計で24試合に先発登板して9勝6敗。 防御率3.18、129奪三振を記録した。2016年は A 級シャーロットと AA 級モンゴメリービスケッツでプレーし、2球団合計で20試合に先発登板して7勝3敗、防御率2.34、117奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年は、 AQ モンゴメリーとトリプル AQ ダーラムブルーズでプレーし2球団合計で26試合に先発登板して13勝9敗防御率3.49172奪三振の成績を残した7月9日にはオールスターフューチャーズゲームにアメリカ合衆国選抜として出場し2イニング4奪三振無失点と高騰して MVP を受賞した オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2018年は2月に、トミー・ジョン手術を受けたため、シーズンを全休した。2019年もシーズンを全休した。2020年は、新型コロナウイルスの影響で、マイナーリーグの試合が開催されなかったため、これにより3年連続で公式戦に登板しなかった、ことになった。 2021年4月11日にメジャー初昇格を果たしメジャーデビューとなった同日のニューヨークヤンキース戦では先発して2回を無失点に抑えた。また2021年のマイナーリーグの開幕は5月からとなるためハニーウェル自身の公式戦闘版はトリプル A 級ダーラム所属の2017年9月19日以来と3年ぶりであった。 洗練されたフォームからご急所を操り、おじのマイクマーシャルから間接的に学んだスクリューは難航不落と言われる。ありがとうございます。